どうも。 阪神情報局です。今日もタイガースの最新情報についてお話をしていきましょうということで、現在この動画を撮影しているのが7月3日の月曜日なんですけれども、今回の動画は今シーズンまだ1軍で出番のない4人の外野手の超最新事情について、このシリーズに関してはこれまでピッチャー、キャッチャー、内野手、それぞれご紹介してきましたが、今回がその最後、外野手編ですね。今シーズンのタイガース、特にライトのポジションは日々流動的な起用が続いていますが、その中でまだ出番のない選手たちにチャンスが巡って てくる可能性はあるのかそして新外国人選手の調査も進む中で野手のね補強を求める声も出てるということで今後の可能性についても深掘りをしていきますよかったらぜひとも最後までご覧いただけると嬉しいですでは早速お話をしていきますが今回ご紹介していくのは今シーズンまだ一軍で出番のない4人の外野手の超最新事情についてタイガースは昨日ジャイアンツと延長12回戦い抜いて結果は引き分け73試合消化して41勝29敗3分け勝率が5割8分6厘で貯金が12個もうシーズン 折り返しというタイミングに入っていますが、岡田監督は昨日の試合を振り返って、いやいやそら A 試合やろ、こんなゲームはなかなか見れへんと思うで、まあ序盤は陽子のいいだけどな、まあちょっと中盤ぐらいで今度はこっちにチャンスがあったけどな、そこで点を取れんかったっていうのもあるし、まあゴブゴブか、しゃーないゴブゴブでと、このようにコメント。まあ昨日の試合に関してはいろんな見方ができるかなというのが正直なところですね。まあ、なんとかもうちょっと点を取って勝ち切りたかった試合だったと、このような見方もできると思いますし、逆にさよなら負けから始まったこのカード、まあ最後の最後負けなくてよかったと、このようにも 捉えることができるかなということで。まあ、もう終わったカードですからね。まできる限りプラスに捉えていきたいで。そういった中でタイガースは今週カープとマツダスタジアムで3連戦。そしてスワローズと甲子園で3連戦合計6試合、岡田監督もとにかくオールスターまではとこのように語っていますから、そのオールスターまで残り12試合一体どういう戦いが待っているのかでそういった中で今回の動画で取り上げていきたいのが、今シーズン。まだ一軍で出番のない4人の外野手の超最新事情ですね。このシリーズに関しては、これまでピッチャー編キャッチャー編内。 それぞれご紹介してきましたんで、よかったらそちらの動画もね、ご覧いただけると嬉しいんですが、まあ、シーズンちょうど折り返し、ここまでは早いと捉えるか、まだ半分しか行ってないと捉えるか、それはね、皆さんの感覚次第かなというところなんですけれども、やはり長いシーズン戦い抜く中で、1軍の選手だけではなく、まあ、2軍で頑張ってる選手の力も必要ですからね。で、特にこの外野に関しては、日々流動的な起用が続いている中で、それぞれの選手にチャンスがあるのか、まあ、それぞれの選手の現状について見ていきます。では、まず1人目、現在18歳、ドラフト3位ルーキーの選 五穂選,、ね、選手はここまでファームで52試合に出場して138打数41安打打率が2割9分7厘ホームラン3本26打点。 出塁率が3割5分1人が割分 OPS という成績ですいやー、いつも選手、改めてすごい数字キープしてますね。150打席以上立って、打率も3割近くをキープして、ホームランも3本打ってるわけですから、この超出力も大きな魅力。そしてなんといっても、三振率が1割8分、このコンタクト能力の高さも大きなポイント。も、ま、う、あ、OPS も800を超えてますし、間違いなく今後楽しみすぎる逸材。で、岡田監督はそんないつも選手の現状について、5月の頭ぐらいまではね、本当に驚くような勢いのいいバッティングしてたけど、新人誰でも通る 道なんだけどね。5月の下旬、6月の頭梅雨に入ったぐらいから、ちょっと疲れが溜まってきてる。バットが振れない時期もあったけど、そこを乗り越えて、また開幕当初の勢いというかね。それが戻ってきたんで、それと同時に守りもしっかり守ってるし、毎日が勉強だと思ってレベルアップしてほしいとこのようにコメント。まあ、確かに一時期のいつも選手の勢いと比べると、ちょっと状態は落ち気味かなというところだったんですが、それでもまたこのタイミングに入って状態上げてきてますからね。まあ今すぐ一軍でどうこうというね。まあ、そういう立場の選手ではないかもしれませんが、それでもこれだけの勢いを見せてくれてると。 もしかしたら、どこかのタイミングでチャンスがあるんじゃないか。まあ、そう思えるぐらいね。すごい数字を出してくれてますから。まあ、とにかく一年目、怪我なくね。まあ、たくさん経験できる年だという風に捉えて、今後のいつも選手の活躍も注目してみていきましょう。では、続いて二人目。今シーズン、プロ二年目。現在、二十六歳の豊田選手。豊田選手はここまでファームで四十五試合に出場して、百十五打数、二十八安打、打率が二割四分、三輪、ホームラン、ゼロ、打点が五、出塁率が二割9分。組。分 OPS が五、六、ゼロという数字です。ま豊田選手もなんとか花開いてほしい存在。 ですまね昨シーズン、豊田選手にとってルーキーイヤーだったんですが、4月に1軍デビューを果たして、ま合計9打席経って、残念ながらヒットは出なかったんですが、まあ、1年目から1軍経験できましたからね。まあ、それはやっぱり豊田選手が即戦力という形でタイガースに入ってきた、こういう背景もあると思います。で、今後、豊田選手がさらに序列を上げていく、まあ、1軍行きのね、切符をつかむためには、やはり同い年で同じポジション、そして同じ右バッターの小野寺選手、まあ、この数字を超えていく、そして小野寺選手の期待値を超えていかないと、まあ、なかなか豊田選手にはチャンス巡って いいきづらいかななととうのが正直なところまあ、やっぱり二人は同じ右バッター、そして同い年ということで、少なからず意識する部分というのはあるでしょう。で、小野寺選手の場合は外野だけではなく、内野複数ポジションをこなすことができる、マルチさもね、今後武器になっていく可能性もありますから、となってくると豊田選手はさらにね、バッティング面でアピールしていかなければいけない、まあそういう立場の選手なのかなと。二軍ではセンターにいつも選手が入ったり、小野寺選手が入ったり、そして昨日の試合では豊田選手が入ったりと、まあ、こちらも流動的な起用になっていますから、まあ、今後このセンターのポジションね、 やはりタイガースの未来考えていく中でも大事なポジションになってくるということで、まあ、2軍のセンター起用というのもね、まあ、引き続き注目していきたいなというふうに思っています。では続いて3人目、今シーズンプロ9年目、現在26歳の高浜選手。まあ、高浜選手は8月にね、27歳を迎えますから、豊田選手よりは1つ年が上という形になります。で、その高浜選手は今シーズンファームで35試合に出場して、87打数19安打、打率が2割1分8厘、ホームラン3本9打点、出塁率が2割9分2厘、OPS が671という数字です。さあ この高浜選手もなんとかタイガースで花開いてほしい選手ですよね。渡辺選手と同じタイミングでタイガースにトレード入団して、もともとは内野手登録だったんですが、すぐに外野手登録に変更。まあ、これに関してはね、そこまで大きな意味合いはないかもしれませんが、やはり高浜選手の中で、まあ、タイガースで生き残っていくためにはね、内野よりも外野の方がチャンスがあるんじゃないか。まあ、そのように捉えている背景というのもあるのかなと。で、実際問題、それは理にかなってる部分もあるかなというふうに思ってて、というのも2021年の高浜選手は、107試合に出場して、367打数、 96アンダーホームラン8本43打点を記録で、この年、高浜選手が守ったポジションを確認していくと、セカンドが3試合、そしてファーストが95試合ということで、メインポジションはファーストの選手なんですね。まあ、直近の2軍戦ではね、DH からファーストに入ったり、まあ、こういう起用法というのはありますが、やはり1軍のタイガースの内野手運用を見てると、ファーストは完全に大山選手で固定されていて、でもしその大山選手に何かあれば、原口選手が入る可能性もあったり、なかなかファースト、そして内野全体の序列というのを考えていくと、ちょっとチャンスは巡ってきづらい かなとまあ、そういう状況はありますから、高浜選手からすれば外野で勝負をかけよう。まあ、こういう判断になったのかなというふうに推測します。で、実際1軍でホームラン8本打ってるこのパワーというのは魅力ですよ。ファームでも今年ホームラン3本打ってますしね。まあ、だからこそ全体的に確率が上がってくれば、今後1軍昇格のチャンスが巡ってくる。まあ、その可能性もあるのかなということで、渡辺選手と同じく、ぜひともタイガースで花開いてほしい選手ですからね。今後の活躍も引き続き注目していきましょう。さあ、ではラスト4人目。今シーズンプロ8年目。現在30歳の高山選手です。高山選 氏はここまでファームで49試合に出場して145打数36アンダーホームラン4本21打点出塁率が3割4無7人 OPS が733ということで皆さんは今シーズンの高山選手どのように捉えますでしょうか我々タイガースファンとしても何とか高山頼む一軍の力になってくれまあ、そういう声をかけ続けてるわけなんですけれどもそこから月日は経っていき高山選手も現在30歳まあ、やっぱり高山選手が一軍昇格果たすでその序列を上げていくためには全体的な確率面ですよねまあ、外野を守ってるというのもそうですし 高山選手の魅力は何と言ってもバッティングですから確率面で見ていくとできれば3割は超えていたいですがここまでシーズン打率は2割4分8厘同じ外野手の左バッターで見ていくとやっぱり前川選手がねファームで33試合で打率3割5分9厘と爆発的な数字を残しているそして右バッターで言うと高山選手と同じ境遇タイガースに外野手ドラフト1位で入団した森下選手はファームで3割6分4厘とこちらもすごい数字ですのでバッティングで勝負していきたい高山選手はもうファームで打ちまくるしかないんですよねでその中 で合計ホームラン4本打ってるんですが、和田に軍監督はその高山選手の現状について、ホームラン云々ではなくて、結果が出てなくてもフォアボールを選んだり、打席の内容は悪くなかったんでね、一時のすごくいい時期からは下がってるじゃないけど、そんなにいい時期は長いこと続かないんで、ちょっと下り坂でもないんだよな、その勢い自体はね、全く打撃の内容が悪いとかじゃなくて、ちょっとヒットが出ない時期があったっていうだけで、高山もしっかり振り込んで、出ない試合でも代打として準備をしたり、いろんなことを試しながらやってるんで、集中力もいいものを持ってるし、スタメンで行っても代打で行ってもってところでね、頑張っ ってるよとこのようにコメント。まあ、今回のこのコメントもそうですし、和田二軍監督のこれまでのコメントを見てると、さすが一軍監督経験してるだけあって、締めるところは締める。で、なおかつモチベーター的な役割もね、果たしてくれてるんじゃないかなというふうにも感じますね。まあ、高山選手に関しては皆さんご存知の通り、岡田監督が就任してすぐ、高山をなんとかしたいんだと、このまま終わる選手じゃないやんかと、秋のキャンプから春のキャンプにかけ、信じ続けてきた選手。まあ、ですがなかなか実戦で結果が出ず、一軍出場はここまでゼロという流れです。今年岡田監督じゃなかったら僕 は終わっていたかもしれないまあそういうコメントというのもね、春のキャンプの前に出していたんで、高山選手の中で間違いなく今年が勝負なんだ、そういう気持ちというのは強いでしょう。まあそういう背景を知ってるからこそね、我々タイガースファンとしてもなんとかのにしてほしい。そういう思いがあるわけですから、シーズンまだ半分残っています。高山選手が今後一体どういう爆発を見せてくれるか、この点も注目していきましょう。ということで最後になりますが、この動画も含めて合計4本の動画で、まだ1軍で出番のない選手たちについてお話をしていきました。まずピッチャーに関ししては動画でご紹介したのは10 十三人だったんですが、そこから岡止め投手、ババ投手が一軍昇格を果たして、実際ババ投手が投げている。まあ、岡止め投手も今後ね、出番は来るかなということで、実質十一人かなというところ。そして、キャッチャーに関しては、一度、中川選手がね、一軍昇格を果たしていますが、まあ、そこで出番はなかったということで、今シーズン、まだ一軍で出番のないキャッチャーは四人。そして、内野に関しては、まだ五人の選手が出番なく。この動画でご紹介した外野は四人ということで、実質合計二十四人。まあ、岡止め投手を含めたら二十五人になりますが、シーズン折り返しの時点で、まだ一軍デビューを果たし。 ない選手がこれぐらいいるという背景があります。さあ今後それぞれの選手がポジション問わず一軍出場を果たすことができるのかというところなんですが、現状のタイガース。先日の動画でもご紹介しましたが、独立リーグのフランクリンキロミ投手、そして新たにアントニオサントス投手、この2人の調査を進めているということを球団は明かしています。で、そのことについて球団関係者はキロミを見に行ったのは事実、広い視察の意味でね、まだ来たばかりで当番は1試合評価するのは失礼、石川のサントスも見に行っていますとこのように説明。ですのでもしかしたら7月の末までに新たな動きが かなというところなんですがもう一つファンの中で声が上がっているのはできれば野手の調査も進めてほしいまあ、これですねまあ、去年はシーズン途中でロドリゲス選手を獲得するまあ、そういう動きもあったわけなんですがまあ、現状のタイガースの動きそして残り期限というのを考えるとまあ、これから野手をピックアップしていくというのは正直難しい部分あるかなっていうふうには感じますねスケット野手ならノイジー選手三エセ選手とともにねシーズン走り切る覚悟があるというふうにこれまでの起用法を見ていて感じますしそれこそ外野手なら前川選手の出番がなくなってしまうまあ、そういう可能性 はあるかもしれませんからね。個人的には野手の調査はちょっと難しいかなという風には感じつつも、これから一体タイガースがチームとしてどのように動いていくのか、そしてまだ出番のない選手にチャンスは巡ってくるのか、この点も注目していきたいなと思います。はいということで今回の動画では、今シーズンまだ一軍で出番のない4人の外野手の超最新事情について、そして今後のタイガースについて思うこと、この点についてもお話をさせていただきました。さあもうシーズンを折り返して試合数的には後半戦突入という流れ、一体これからタイガースの戦いどうなっていくのか注目していきましょう。皆さん。 は今シーズンまだ1軍で出番のない4人の外野手についてどう考えますでしょうかよかったら皆さんのご意見というのもお聞かせいただけると嬉しいです。ということで以上、今回の動画が皆さんの参考になれば非常に嬉しいです。この動画が面白かったためになったと思っていただけた方は、よかったらチャンネル登録、グッドボタン押していただけると嬉しいです。皆さんのおかげで、この阪神情報局。 チャンネル登録者4万4000人突破、いつもありがとうございます。皆さんのご視聴、コメント、高評価、チャンネル登録が励みになってます。次は目指せ、チャンネル登録者4万5000人ということで、今後とも阪神情報局、何ぞとよろしくお願いいたします。ではまた次の動画でお会いいたしましょう。毎日、トラホー、ありがとうございました。シーズンちょうど折り返し、2軍で頑張ってる選手の力も間違いなく必要です。今後の運用も引き続き注目していきましょう。ではまた。